田原沙和子です。皆さんにとって2020年どんな年だったですか？私はですね、とても変化のあった1年だったなっていうふうに思ってます。准看護師の資格のために必死で勉強をして、泣くほど苦しいことがたくさんありました。受かるか受からないかという怖さを持ちながら試験に挑み、合格した時に何とも言えない喜びを手にすることができたなというふうに思いました。たくさんの人に応援していただいたんだ、応援していただいて支えてもらったことによってこの喜びを手にすることができたという感謝の気持ち、その皆さん、支えてくださった皆さんに恩返しができるように、頑張っていこうという気持ちになりました。そして春から老人保健施設の方で看護師として勤務をしたんですけども、そこからまた多くの方の支えがありました。先輩たちに本当に手取り足取り教えていただき、できない私をサポートしてくださって今までなんですけども、その間にコロナがどんどん収束せずに状況は厳しくなっていくという現在進行形で続いているわけなんですけども、その状況の中でも共に支え合い乗り越えていくんだ、乗り越えていくことの大切さというのを今考えているところがあります。まあね、日々老人保健施設の方で勤務している中で、やはりそういう不安がある中でも利用者さんの笑顔ですよね、笑顔をこう見ていると、共にこう大声を出して笑ったりとか、そういう実感があることで乗り越えられているのかなというふうに思っています。長々とちょっとお話、させていただきました。2020年の私の、まとめをさせていただいたんですけども、年明け2021年に関しても、とにかくコロナに負けることなく、力強くたくましくタフに日々を過ごしていこうと思ってます。それには皆様の支えが私にはとっても必要です。どうか見守ってくださいますよ。そして素敵な年明けとなりますよ。そんな風に願っていますので、共に素敵な年明けを迎えましょう。それでは、良いお年をお迎えください。